どうも、グリズンです。それではね、今回もファークライ3の方をやっていきたいと思います。今回はですね、電波塔の方をね、中心に、やっていきたいなと思ってます。っていうのもですね、ちょっと武器の方をね、いろいろね、解除してから、今度は拠点とかもね、落としつつ、メインミッションの方やっていけたらなと思います。はい。じゃあ早速ね、近いところから来ましょうかね。はい。もう拠点がね、すぐ近くですけど。よし、行こう。あ、車こっちにあるな。OK。ブヒブヒ聞こえますね。豚が近くにいるみたいですね。ちょっとね、あとね、クラフトの方とかね、ちょくちょくやってます。収録外でね。あ、やっちゃった。ハマっちゃったよ。あ、まあでもなんかもう、なんか見えたけど今。あ、違うか。もうそんな離れてないんでね。あ、そんなでもないか。結構遠いな。え、ちょっと待って、これ、大丈夫か、これ。大丈夫か、なんだろう、ここ。え、敵？あ、敵がいる。ちょっと待って。2人。あー、ちょっと待って、車の音も聞こえる。向いてるんだろう、あれ。ちょっとスキルでね、2人連続で、2人連続ナイフでやっつける。ああ、登っちゃったよ、あいつ。どうしようかな。2人固まってほしいんですけどね。ちょ、石投げてみましょうか。ちょ、こっから回りましょう。あれ？ダメだ。ほら。あいつは動かない。し、おしっこしてる。今のうちだ。OK。これスキル、あ、ダメか。なんか、溜まったような感じしたけど、今。ダメか。あとちょっとか。車のね、あ、やばい、敵だ。あ、来ちゃったよ。じゃあやるか。違う。だったかな。ゲットしたっけな。まあ、いいか。あれ、何？トラ？あ、トラだ。ちょっと逃げよう。あ、やばい。マジかよ。こんな死に方。ああ、今思い出しましたけど、これ、ね、一番最初に実況したんですけど、結構ね、その初めて実況した時もね、なんかそういう崖から落ちて死んだりとかね、結構多くて。で、その時にね、よく、その当時見てくれてたね、視聴者さんに、落ちて死ぬとかダサいっすよみたいな 言われましたね。ちなみにね、
その方は知らないでしょうけど、それが、実況始めて初のコメントがそれでしたね。いや、もっと頑張んなきゃなとか思ってね。まあ本当このゲームはね、そういう、おお、これまずいね。ファイアしてる。あ、死ぬ死ぬ、ちょっと待って。車爆発すんだよね、こういう時。爆発しましたね。どっちにしろ車乗ってもね、この川を渡らなきゃいけないんで。おお、敵、ほらこっちだよ、カモン。どこ行くんだよ、なんで逃げる。おお、なんかいっぱいいる、あっちに。ちょっと待って ちょっと待って、どこどこどこ、あれ？武器変えたはずなんだ。オッケー。お、ショットガン。わあ、笑って走ってくるやつだ。こいつ置かないんだよな。ほら。やべ、ショットガンもう一人。こんな時にリロード。ダメ、死ぬ。あぶねえ。薬作んなきゃな。なんか持ってたような気がするんだけど。あ、あるね。オッケー。よし。あ、まだ敵いるな。あそこに橋があるな。こうぐるって回っていくのか。あ、じゃあ車で行こうか。敵がいるんだよね。あれ？車あったよね。あ、あったあったあった。敵も気づいてないし大丈夫だ。あ、気づかれた。向こうも車持ってるから、車で追いかけてくるかもしれない。で、ここを右。 OK。 あ、これは多分逃げれるでしょう。多分大丈夫だ。ショートガッツ。あ、やべ。 こういう車だとね、こういうとこ限界があるんですよね。上りだとね、ちょっときついんですよね。敵いるのかな？たまにね、電波塔の近くに敵がいたりするんで。あ、ここいたような気がすんな。あれ、どうやって降りるんだ？四角か。いないのかな。あ、やばい。あ、なんか来る。やばい。あ、気づかれてない。敵だらけだな、やっぱ拠点とかね、落とさないと。敵いないか？いないか。あ、あ、ちょっと待って。蛇がいた。どこから？多分ね、ここからだと思うんですよね。電波塔の近くにいるんで。電波塔のところから、あ、よかったよかった。ここで、登って、あ、こっちね、こっちからね。あ、なんでこんなところにお金が。で、怖いっすよね、こういうの。前も言ったんですけどね、ここは職業不詳なんですよね。だからこういうゲームでもね、高いところはね、
ちょっと弾ひゅんですよね。よし、これでここは OK かな。ここはそんなにね難しくないですね。よし、で箱は絶対あるんだよね。これを取って、このナイフでね、そんな簡単に壊せるもんなんですかねっていつも思うんですけど、うん、車がありますね。あと拠点、もう何ここ、なんか遺跡みたいな。よし、でお次はあ、結構レリックいっぱいありますねここ。ここですね、ここ行きましょうか。 OK。 で1は、お、スキルポイント、ちょっと待って、スキル何しようかな。あ、これ海の中からやれるやつだ。ちょっと待って、他に何があるんだろう。あ、これもいいね、最後ね、最後っていうかテイクダウンするときに敵からね、グレネードを、敵が持ってるグレネードのピンを抜くんですよね。だからなんか敵がいっぱいいるところにね、ああいうふうに蹴っ飛ばして最後ボーンって、ね、いいですね。で自分が持ってるグレネードがね、グレネード減ることもないんで。え、何これ、弓、うん、安定、でもそんなブレがあるように感じたことないんですけどね。しゃがんでいる時の移動スピードが、これも欲しいな、欲しいもんいっぱいあるわ。これにしよう。これ結構ね大事ですよね。どっかね攻めに行く時に必ずしゃがんだりするんで。で次行くとこ、あっちか。じゃあこっから行こっか。よっ。で今上にあったやつで移動しましょうか。え、箱がある。 OK。 よし行くぜ。ここでねノリノリな音楽かかったらもっとテンション上がるんですけどね。これどうなんだろうね、こういう飛んでる時って BGM 流れてんのかな。僕 BGM オフにしてるんでね、ちょっとそこら辺はわからないんですけど。結構遠いね。あれ？あれ拠点じゃないよね。あ、敵いるね。拠点ではないね。拠点ではないけど。お、なんか燃えてる。ああ、ここか。あ、やばい。バレた。やばいやばい。撃たれてる。やめて。痛い。低い鳥だ。やっぱ低い通り攻撃してくるんだよね。あ、大丈夫だ。あー、まだあるね結構。じゃあ泳いで。そう、水の中にもねワニとかいるんですよね。気をつけないと。敵はいないね、ここ。OK。いや、ほんと綺麗ですよね。ブラジルにね、いた頃、
田舎行くとこういうとこ結構多かったですね。で、必ずね、バナナとかね、バナナの木がね、生えてたりしてましたね。ほんと見飽きるぐらい。あ、登れる、OK。ん？この上に道路があるのかな？車の音が聞こえますね。敵だろうな。よし。え？なんか近くでやり合ってますね。ラクヤットとかではないと思うんですよね。あっち！あー大丈夫。ラクヤットは多分ね、近くに拠点がないんで、ここまでは来てないはずなんですよね。多分動物と戦ってますね、敵は。ちょっと待って。あ、ここか。で、あ、そういえば武器何が解除されたのか全然見てなかった。さっきの電波と。ほら。それが目的なのに。これか。え？違うな。これは登ったとこ。あ、これか。こっちか。よし、これで OK。あ、まだか。で、これで OK か。よし。これで2つ目。20分の間に全部解除できるかな。あ、無理ですね。もう17分経ってますね。結構時間経つの早いですね。楽しい時間はあっという間って言いますからね。ほう。なんか見覚えはあるけど。おう。ここは多分レリックがあるんでしょうね。で、武器。武器を。ちょっと降りる前に何もらえるか。U100。フレアガン。フレアガンもなかなかね、面白いんですよね。あれ？これだけ？よし、じゃあ次行きますか。次は、じゃあ、ここ行きましょうか。で、それは、山の向こう側なんですね。じゃあ、こっちのジップラインを使って。